皆さんこんにちは。町のカナリア浄水職人です。今日はですね、私がこの作品は宝塚歌劇団の宝と呼んでいる雪組の凱旋門、こちらの出版されているルサンクについていた台本がありまして、この台本をちょっと読んでみました。すべての方に受け入れられるようなものではないと思います。取扱い注意ということで、お聞きください。では。かんぽ生命ドリームシアターミュージックプレイ凱旋門。脚本柴田幸宏。演出振付者玉江。第1話 A プロローグ金色の雨。5分前に論調が上がっている。帝国で中央レール開いて序曲開演アナウンス。本日はようこそ宝塚大劇場へお越しくださいましたがありまして、アコーディオン弾きが一人現れて静かに演奏。家路に急ぐ人たちや恋人たちが三三五五登場。金色の雨。テントウフが街灯に火をつける。ボリスが現れて歌う。タラリリタタラララララタレルララトリラララララタレルララトララララララタレルララトリラララ男と女、女と男、街角に咲く愛、生まれて消える。ルルルルルル、今日もまた一つ。で、コーラス。ルル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 漂い続ける。主人公ラビックが登場する。私はドイツから亡命した外科医ラビック。ナチスがドイツで政権を取ってから暗くなったヨーロッパで、わずかに明るさを残すパリン、ファシズムたちから逃れてきた者たちが集まり始めた。1938年、パリはひたすら耐えず忍んでいた。パリの日はいつまできらめくのか。チャララララララランランラフフフフ、今暮れなずむとき、黄昏のパリ、つかの間の儚さに、つづま静かに時が移りゆく。影コーラス。戦いの予感に震え、黒い悲しみが広がる。残された灯火の街、思いが寄り添う街、黄昏のパリの街。ふっふっふ、影コーラス。黄昏のパリの街、ふっふっふっふ。歌の途中、ナチの黒い影が登場。続いて、ボンが回る中、ボンってあのステージの真ん中のあれね、が回る中、通行ラス目をラビックと亡命者たちが歌い綴る。で、通行ラス目。今暮れなずむとき、タラランタララタラランタラランタラララララがありまして、再びアコーディオンのメロディーだけとなり、登場人物は退場していく。ラビックが彼らを見ながらその中を歩いていく。
第2番 A 出会いアルマ橋。セーヌ川に架かる橋の一つ。雨が降る夜更け。前場って第一幕ですね。第一場のラビックが一方から通りすがる。ジョアンが反対側から出る。ラビックが一度立ち止まり、女の様子に気づくが、再び歩き出し、すれ違うとき、ジョアンがよろめく。ラビック、女の腕を取り支える。倒れそうになるジョアン。どこへ行くんです？話してください。こんな夜更けに一人で話して。ラビックが女を話し、行きかける。ラビックが振り返るとジョアンが動かない。セーヌ川に飛び込むつもり？冷たいよ。どうなってもいいんです。うちはどこ？どこから来たの？ホテルです。でも帰れない。なぜ？ラジンスキーが、彼が部屋で死んでいるんです。それは君の夫？いえ、男友達。死んだって？病気で？いつ？今日です。私どうしていいか分からなくて。それで放りっぱなしで歩いてるのか？医者は？知らない土地で、私どうしていいかは何も分からなくて、1週間前2人でイタリアからパリに出てきて。君も行き場がないのか？分かった、仕方がない、手伝ってあげよう。僕は医者だ。警察にも知らせなきゃならないし。ホテルはどこ？また再びアコーディオン弾きの演奏が夜の土に流れる。2人はその中を一方へ。第2番 B 出会い。シェーラザード玄関前。ボンが回り、シェーラザード玄関前となる。ボリスが一人。私はロシアの亡命者、ボリス・モロゾフ、あのラビックの友達。アルマ橋の上で助けた女、ジョアン・マズーを、彼は面倒だと思いながら放っても置けず、私のところに仕事の世話を頼んできた。私はナイトクラブ、シェーラザード、ドアマン。6でもないこの時代、何のために生きていくのか。用語と訪れる不安と焦りに、ドアを開けてやるのさ。店に入ろうとする3人連れの男客がポリスに声をかける。ボンソワール、ボンソワール、ジョアンマズ今日も出てますよ。女優志願のジョアンマズはこのクラブで今は人気者の歌手。けれどラビックは、私にジョアンのことを頼んでおきながら今日まで3週間クラブに来なかった。未来を持てない心の重さが愛することをためらわせるのか。ラビックは世が世ならドイツで大病院の外科部長も務める男だ。この国で免許も持たず、モーグリの医者に甘んじている。大したやつだ。ラビック、店から出てくる。帰るのか？彼女は？あ、今着替えてる。彼女変わっただろう。うん、本当のところ彼女のことは忘れてしまいたかったんだ。一晩か二晩彼女を止めたことか。僕も女性は生きづらいに限っている。だが俺と違って君はロマンチストだから。だがな、ラビック、我々はできるだけ人に優しくしてやるべきだ。人情ってやつは、生きることが辛い時に力づけてくれるからな。ああ、ジョアンが出てくる。ラビック。じゃあな。これボリスにね。ボリスに、じゃあな。初めて会ったより、私に飲ませてくださったお酒、何でしたっけ？ああ、カルバドス。そう、それ、カルバドス。飲みたい。門が回る中、ラビックとジョアンは語らいながら歩いていく。ボリス、二人を見ながらパリさえを口ずさん。あたり、ダンシャク、オーブル、ルソレイユド、シャクジュレ、フェタンケクテスティネ、エクロランレムダムル。第3番 A 雨の凱旋門。
ビストロ。その一部、店の入り口と二三の客、音楽は続き、パリサイを歌う客たち、その歌を BGM とし、ラビックたちのセリフになる。ボンソワール、ムッシュ。ボンソワール。あ、逆だ。ボンソワール、ムッシュ。ボンソワール。ラビックがこなしてテーブルの一つにジョアンを座らせる。この席、前、この前もこのテーブル。そうですよ。この前、このテーブルです。おお、君は何でも覚えているのか。覚えていますとも。じゃあ我々が何を飲んだか。カルバドス。それを飲みに来たんだ。この前はダブルでしたが、ダブルで。その通り。かっこ、運んできて、ボンに乗せたタバコを見せ。この前も、これもこの間、ご一緒に注文でしたが。そうよ、ローランの緑、すごいわ、あなただ。もらっておくよ、記念に。ウィーラビック、グラスをあげて、サリュー。サリュー。二人、飲む。これだったわ、美味しい。また同じホテルに住んでるの。ええ、少し大きい部屋に移りましたけど。ずいぶん明るくなったね。あなたのおかげで初めてここでカルバドスを飲んだあの晩は。あの晩君は死にそうな顔をしていた。あの橋の上で会ってからもう三週間にもなるのね。私ずっとあなたを待っていたの。くぅ、忙しかった。うん、まあね。私あなたと一緒にカルバドスが飲みたかった。そして今生き返ったような気持ち。僕もね、ジョアン。今日シェラザードで歌っている君を見たとき驚いた。なんだか初めて君に会うように思ったほどだった。生まれ変わったのよ、私。もう前の私じゃないわ。雨になったよ。あの晩と同じだ。行こうか。感情を置いて二人店を出る。再び盆が回る。第三波 B、雨の凱旋門、パリの街。凱旋門の見えるパリの街。あ、ホテルまで送っていくよ。あなたのところへ行きたいわ。行こう。街角に花売りがいる。ねえ君、全部もらうよ。え、全部、雨になったから助かりますわ。メルシーブッシュ。メルシー。花売り、ラビックからお金を受け取って入っていく。ラビックは花束をジョアンに渡す。嬉しいわ、生まれ変わった日の印、幸せ。あの凱旋門が証人よ。この雨の中を歩きたいわ。そうしよう。雨の中、傘をさして通り過ぎる人影。雨の凱旋門。チャララ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 染みるにゃららららりららら、愛が胸に染みるんりららら、らカルバドスのリンゴの香り、パリの街で恋をしたたらららら、らららら、パララパララパララ、パララパララパララ、生きることが辛い時にダララロラララリリリ、私はこの人に出会った。ドロロロロ、振り捨てても振り切れぬ意味への思いに、愛の乾き濡れてゆく、きらめき漂う私の人生。チャララ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 、ジョアン。パララパララパララ、パララパララララララ、二人で。パララパララパララ、パララパララパララ、二人銀橋を渡っていく。ジョアン。みんなはこのパリで帰るところがあるのに、私どこに帰っていいのかわからなかった。ラビック、私を捕まえて。
ラビック、ジョアンの肩を抱いたまま歩いていく。本舞台でその姿を見るボリスが歌を弾き続く。パララパララパララ、恋の始まり、寂しいかな悲しいかな、限りなく切ない恋が。ジョアンとラビックが会って3週間後に再会して、一番こう愛が深まってる場面です。ありがとうございました。はい、以上いかがだったでしょうか。第1話から第3話までを初見でやってみました。なんとなく覚えている部分と忘れている部分がありました。生きることが辛い時に、橋の上でたまたま会った二人、最初一晩か二晩過ごしたそうです。その後三週間は会ってなかったんですね、ラビックは。で、彼女のことが気になって3週間後に、シエラザードに会いに行って、そこでこの前のお酒を飲みたいわとカルバトスを飲んで、その時の気持ちがまた蘇り、愛が深まるという場面のお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。大変励みになります。では。